ウフィチ美術館はイタリアのフィレンツェにあるルネサンス絵画で有名な美術館である。1591年より部分的に公開されており近代式の美術館としてヨーロッパ最古のものの一つである。また、イタリア国内の美術館としては収蔵品の質、量ともに最大のものである。1982年に世界遺産フィレンツェ歴史地区の一部として認定されている。 メディチケ歴代の美術コレクションを収蔵する美術館であり、イタリアルネサンス絵画の宝庫である。展示物は2500点に上り、古代ギリシア、古代ローマ時代の彫刻から、ボッティチェッリ、レオナルド、ミケランジェロ、ラッファエドラ・イタリアルネサンスの巨匠の絵画を中心に、それ以前のゴシック時代、イゴノバ・ロック、ロココなどの絵画が、系統的に展示されている。 美術館内部、聖母子と二人の天使、聖家族美術館の建物は、ドーリア式の回廊の上に2階、3階部分が建設されたルネッサンス様式の建築物で、全体としては巨大な U 字型をしている。初代トスカーナ大公公児も一世の知性した、ジョルジョ・バザーリの設計で1560年に着工し、1580年に竣工した。 フィレンツェの行政機関の事務所が元になっている。古事も一世が当時あちこちに分かれていたフィレンツェの館長を一つの建物に収めさせたもので建設時には周辺の一区画をべて取り壊して建築が行われた。ウフィチの名はイタリア語のアフィ州に由来する。アルノ川に面した川沿いの砂地に建築されており、規定部分は世界最初のコンクリート工法とも言われている。 なお、コジモ一世とバザーリは共に1574年に没し,しており、建物の完成はコジモ一世の後を継いだフランチェスコ一世と建築家ベルナルド・ブオン・タレンティに引き継がれた。コジモ一世は住まいであったピッティ宮殿からベッキオ橋の2階部分を通り、毎日通う庁舎へ至る約1キロメートルの通路も作らせた。これも、 バザーリの設計で1565年に半年、足らずの後期で完成した。回廊の中には700点を超える会話があり、中でも肖像画コレクションは有名であるが、ウフィスイ美術館本館とは別の扱いとなっており、見学にも別の予約が必要となる。フランチェスコ一世は1579年から1581年にかけて庁舎3階の廊下天井に、 グロテスク模様の装飾を施し、この頃からこの庁舎でメディチ家の持つ古代彫刻などの美術品を収容、展示するようになった。同じ頃、3階には美術品を飾る八角形の部屋、トリブーナを増築させ、ベルナルド・ブオンタレンティがモザイクや真珠外像眼によるこの部屋の装飾を担当した。その後1591年から3階部分を、 公開したのが美術館の始まりで、これらは建築当初から古事も一世の構想にあったと言われる。1737年、メディチ家出身の最後のトスカーナ大公であるジャン、ガストーネが後継者を残さず死去し、メディチ家は断絶した。メディチの血を引く唯一の相続人であったアンナ・マリア・ルイーザは、メディチ家のコレクションがフィレンツェに留まり、一般に公開されることを条件に、 すべての美術品をトスカーナ政府に寄贈した。ウフィチ美術館は1769年、ハプスブルクロートリンゲン家のレオポルド一世の時代に一般に公開されるようになった。彼は古代学者ルイジランディを顧問としてコレクションの分類整理に着手し、それまで収蔵されていたマジョルカ陶器、ブグ類、科学部門のコレクションを他の博物館へ移管したり売却したりした。 19世紀後半には、ロマネスク以降の彫刻が、フィレンツェ市内の国立バルジェロ美術館へ、エトルリアなどの考古遺物が、フィレンツェ考古学博物館へ、それぞれ遺憾され、ウフィチ美術館は、絵画館としての性格を強めていく。この間にも、絵画のコレクションは、強化されていった。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの著名な、受胎告知は、1865年に受蔵した。 フェローニコレクションにあったものである。1993年5月27日、美術館近くで自動車爆弾による爆発があり、通行人ら5人が死亡、50人以上が重軽傷を負った。建物の一部も壊れ、一部の美術品や資料も被害を受けた。2階と3階が美術館になっており、2階はデッサンと版画作品を中心に展示。 3階は主に油絵作品を展示している。2004年現在45の展示室を持ち、それ以外にも廊下部分に様々な彫刻の展示がされている。また、2007年までに展示スペースを約2倍にする回収作業が行われた。イタリアルネサンス絵画の最も重要な収集がある美術館であり、 とりわけ13世紀末のルネサンス黎明期から14世紀の国際ゴシック様式、そして15世紀全般の初期ルネサンス絵画については、質量ともに比類のない収集である。ルネサンス以前では、チマブーエ、トゥッチオデブオニンセイニア、ジョットディボンド、ネなど、ビサンチン美術からルネサンス美術への序章となった13世紀末以降の画家たちの対策に加え、 14から15世紀のシエナ派を中心とする国際ゴシック様式のシモーネ・マルティにロレンツォ・モナコ、ジェンティーレ・ラ・ファブリアーノ・ラの代表作の数々を見ることができる。15世紀全般の初期ルネサンスについては、マサッチオ、フラ・アンジェリコ、フィリッポ・リッピ、ドメニコ・ベネツィアーノ、ドメニコ・ギルランダイオ、アントニオ・デル・ポンライオーロ、ピエロ・デラ・フランチェスカ、アンドレア・マンテーニア。 サンドロ・ボッティ・チェッリ、ペルジーノ、ルカシ・シニョレッディ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、フィリッピーノ・リッピなどの傑作、大作が豊富に展示されている。中でも、ボッティ・チェッリの収集は、質量ともに他に類を見ない、結出したものである。また16世紀の正規ルネサンスのミケランジェロ、ブオナローティ、ラファエロ・サンティ、アンドレア・デル・サルト、コレッジョなどの代表作は言うに及ばないが、ヤコポダ・ポントルも、 パルミジャニーノ、アーニョロ・ブロンズ・イーノなどマニエリス向きの作品群も圧倒的で、ウフィチ美術館を抜きにしては語れないほど結出している。中核となっているのは、フィレンツェを含む中部イタリアの絵画であるが、それのみにとどまらず、ベネツィア派のジョバンニ・ベッリーニ、ジョルジョーネ、キツヤ・ノベチェッリオ、ティントレとパオロ・ベロネーゼをはじめイタリア各地の絵画も幅広く展示されており、 13世紀から16世紀までの著名なイタリアの画家は代表的な傑作によってほぼ完全に網羅されている。さらに17世紀及び18世紀のイタリア絵画についても主要な画家の名品が系統的に展示されている。イタリア以外のヨーロッパ各国の絵画にも傑作の数々が含まれていることは特筆に値する。とりわけ初期フランドル派のロヒール・ファンデル・ウェイデン。 ハンス・メム・リンク、フーゴー・ファンデル・グース、ドイツ・ルネサンスのアルブレヒト・デュ、ラー、ルーカス・クラナフハ、アルブレヒト・アルトドルファー、ハンス・ホルバインなどには代表的な重要作が所蔵されている。また17世紀フランドル、オランダ絵画では、ピーテル・パウル・ルーベンス、アンソニー・ヴァン・ダイク、レンブラント・ファンデインらの傑作がある。加えて、フランス絵画では、クロード・ロラン、ジャンシメ・オン・シャルダン、 スペイン絵画では、フランシスコ・デ・スルバラン、フランシスコ・デ・ゴヤラの名品も展示されている。以上の画家の作品のほかに、浮ィツ美術館には、西洋絵画史上に名を残す、多数の画家の自画像の重要なコレクションがあることを、言及しておかなければならない。日本との関係2008年、日本人版画家として、初めて、浜田智明の代表作、初年平愛家などの同版画19点が展示。 収蔵された。2012年、日本の東京富士美術館から、レオナルド・ダ・ヴィンチのアンギアーリの戦いの一場面を描いたとされる絵画、タボラドーリアが寄贈された。事前にインターネット予約をした方が良い。ありがとうございます。